どうも、YouTube です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、新しいアイテムを2つご用意しました。ので、簡単にですね、取り付けばできますので、簡単に紹介していきたいと思います。では、最後までご視聴ください。それと最後にですね、次回の動画も予告していきたいと思います。じゃあ、1点目。これですね、ダミーフック。ダミーフックなんですけど、なぜかバイザーミラーって書いてある。値段の方はですね、約 Amazon で、409円から2000円ぐらいまでであります。色の方はですね6色あるんですけども、4月の2日現在でシルバーの方ある409円の方はもうなかったので、409円以上で皆様もし買われる方はね、Amazon のリンク先を概要欄に貼っておくので、そこからですねポチッとしていただくと嬉しいと思います。まず1つ目、これを簡単にね取り付けていきたいと思います。中身の方は六角レンズと本体プラスチックですね。本体の方は両面テープなので簡単に取り付けとくことができます。で、貼る前にシリコン筆貼る箇所をですね簡単に拭いておきます。はい。そして本体の接着面のカバーを外しまして、はい、これで完成でございます。ちょっと離れて見てみましょうか。ちょっと画面動きます。ちょうどこんな感じに。なぜシルバーを選んだのかっていうのをご説明していきたいと思います。まあパッと見貼った感じ、ちょこっとねレーシーな感じになります。で、2つ目なんですけども、このマーク、これも Amazon で1000円ぐらいで売ってたので買いました。これですね、ツイッターで見かけたんですけど、ヘッドライト、アルトのヘッドライトにこれをピタッとね、かっこよく貼っていらっしゃる方がいて、あ、これもかっこいいかなと思ったんですけど、イベントの時かな、貼るのはと思ったので、自分は旧コイン貼りました。これもね、どんな感じに貼ったのかっていうのをね、簡単に画像でね、流していきたいと思います。そしてヤスポイラーとシルバーとこれですね。そしてこちらのシルバーで3つ目、この組み合わせがしたくってシルバーのケイフックを選びました。じゃあ最後、次回の動画についてなんですけども、このアルト、もうすぐ5万キロに達します。 AGSグレードは F グレードなんですけども、もうすぐ5万キロになるので、この状態で売ったらいくらになるのか、衝撃価格がもしかしたらね出るかもしれないんで、それをね動画にしていきたいと思います。では本日もご視聴誠にありがとうございました。もしよろしかったらですね、評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた会いましょう。 YouTube TV でした。バイバイ。